城を建造するヒーラの民を描いた15世紀、ペルシアの細密画、キャマールティンビヒザードが。ヒーラはメソポタミアにかつて存在した都市。現在のイラク中央部、クーファの町の南あたりにあった。ヒーラの町は現代では完全に廃墟になっている。ヒーラ遺跡はナジャフの南東 7km ほどの場所にある。この場所はメソポタミアの南西部、 街があった時代には、メソポタミアと砂漠が接する沿辺部にあたる。先イスラーム時代の4世紀から7世紀にかけての時代、ヒイラには、ラフム朝の宮廷があった。ラフム朝は、アラビア語では、マナアッツイラとも呼ばれる、定住化したアラブ人の王朝である。ラフム朝は、サーサーアンアサのシャープール二世が、共感なアラブ系部族民を当地北に北上させないために、 置いた属国であり、王はサーサーアン・アサ・シャーが決めた。527年頃、ヒーラーを中心とするラフム・朝は、レバントのガッサーアン・アサと争った。ガッサーアン・アサは、レバントを支配したアラビア人の王朝で、ビザンツ帝国が王権の後ろ盾になった。ラフム・アサとガッサーアン・朝の争いは、サーサーアン・アサとビザンツ帝国の代理戦争である。 531年にサーサーアン・アサはヒーラの援軍と共にビザンツ帝国の将軍ベリサリオスを破る。602年にホスロー2世はラフム長の王ヌーマーン3世を退位させヒーラを併合した。ヒーラは文化的にサーサーアン・アサのペルシア文化、ネストリオス派キリスト教文化、アラブ部族民の伝統宗教文化という三者の混じり合う町であった。 アラブイコールイスラームの征服直前のイラクでは、ネストリオス派キリスト教が宗教的多数派であったようである。ヒーラには4世紀から11世紀までの間、ネストリオス派の主教座があった。当該主教座はクテシフォンの大主教座に従属していた。講述するヒーラの遺跡の発掘調査においては、キリスト教の教会建築の意向が発見されている。シリアと比較して、 ヒーラなど、イラク南西部の教会建築は、ボールトやドームをかけた深い祭壇空間などに特徴があり、サーサーアン・アサ建築に馴染んだ人々の造形意識が影響を及ぼしている可能性がある。1919年にドイツの調査隊が撮影したヒーラ遺跡。遺跡から復元したキリスト教会の平面プラン。サーサーアン・アサペルシアのイラクに対する、 影響力は7世紀中盤に急速に崩壊した。9から10世紀の歴史家バラーズリーやタバリーによると、ヒーラはヒジュラ歴12年に、抜き身の真剣こと、ハーリドブン・ワーリド率いるアラブ軍に降伏し、以後、軍営都市空派の陰に隠れる形で衰退していく。8世紀末に、ハールン・ラシードがヒーラを訪れ、ここに家を建てさせて家臣に土地と家を分け与えたという、記録がある。 10世紀前半にアラビア砂漠のベドウィンがヒーラを含むクーファの沿辺部を荒らし回りカリフが軍を出さざるを得なくなったという記録がある。しかしイブンハウカルラ10世紀の地理学者はヒーラにわずかな関心しか向けておらず当地にはまばらに人家があると記載するのみである。さらに後の時代になるとヒーラは忘れ去られた。ナジャフ南方にヒーラの遺跡があるということを西洋世界に 初めて報告したのはアッシリア学者のマイスナーである。考古学者による学術調査は1931年のオックスフォード大学隊による発掘調査が最初になる。世界大戦後は1970年代から1980年代に日本の調査団がヒーラーの周辺を考古学的発掘調査を行ったが、 以後は適切な学術的調査がなされていないまま21世紀現在に至る。ありがとうございます。